シーダー・シュバーレンベルクは、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州北東部の、オスト・ベェスト・ファーレン・リッペ地方、リッペ軍に属す市である。シーダー地区とグラス・ヒュッテ地区は、クナイプ両方の水浴地である。シーダー・シュバーレンベルクは、ノルト・ベェスト・ファーレン州、リッペ軍の南東部、トイトブルクの森とベーザー山地との間、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園内に位置している。 ベベル地区とシーダー地区をエンマー川が流れ、赤戸目湖のシーダー湖が設けられている。近隣の大都市には、デトモルト、パーダーボルン、ビーレフェルトがある。シーダーシュバーレーンベルクの地熱分ズリッパーベルクランとは、主に中世代のネイイワ、ドロバイイワ、サガンで形成されている。エンマー川やニーゼ川の谷は、一部石灰岩の地盤でできている。こうした、 堆積岩の層は 1.5km の厚さがある。この地盤は地質学的な年代の進行に伴って崩壊、隆起した。こうした表面の下層には、古生代、特にレボン期、石炭期、ペルム期の硬い岩盤がある。上述の川の流域付近では、地層の奥深くの石膏や岩塩が地下水に溶解することにより、ドリーネや広い奪われが形成され、 その後脆い堆積岩によって、再び平面化された。谷では、硬い火想の上に、表記の脆い岩、主に、粒ぶて、砂、黄土が堆積している。ムシェルカルクや、コイパーの一時期に形成された、石灰岩、砂岩、割れ目の入った根岩は、水同士が良い。しかし深い地層で、地下水に、石膏や岩塩が溶け込むことにより、水は、塩分濃度が高いため、 飲料水に用いることはできない。地域の西部と南西部は、シルト由来のロームから、ローム状のシルトで構成された、肥沃な土壌で、集中的に農業に利用されている。沈殿したオードが侵食された場所では、中生代の岩盤が表面近くにまで達している。その大部分が褐色度または、灰褐色度に覆われて高地部は林業に利用されている。地域の東部には、 中世代の根に岩や砂岩をフリースエルデが覆っている。この土地は栄養分に乏しく、針葉樹林や根光林の林業利用にのみ有効活用されている。川谷は牧草地に利用されている。シーダーシュバーレンベルクは高地を除き、地熱ゾンデによる地熱源や熱ポンプによる地熱採取については良好な状態にある。グローセラントゲマインデに分類される。 本市は面積60.04平方キロメートルである。地域の東西軸は最大10.7キロメートル、南北軸は最大11.5キロメートルである。本市は西から時計回りにホルンバート・マインベルク、ブロムベルク、リュクデ、マリー・エン・ミュンスター、ニーハイム、シュタインハイムと境を接している。シーダー・シュバーレンベルクは1970年に それまで独立した自治体であった六町村とシュバーレンベルクとが合併して成立した。シーダー・シュバーレンベルクは中央ヨーロッパの温帯気候に属しており、アタイ西洋式海洋気候に位置している。冬は大西洋の影響でおおむね穏やかであり、夏はかなり暑い。年間平均気温は約八セシ度である。アタイ西洋式海洋気候に位置することから年間を 通して比較的均一な香水がある。シーダー速攻所における年間香水量の長期平均値は867ミ、mm、リメートルである。ベンナーベルクのシャーレンシュタインエンマータールからの出土品は石器時代にこの地域に入植地があったことを示している。デトモルトの州立リッペ博物館には19世紀にエンマータールで発見された石や 動物の角で作られた道具が収蔵されている。おそらく青銅器時代のものと推定される。シーガー州有林のシャーレンシュタインはその近くにある。現在のグラスヒュッテ地区にはヘルリングスブルク城があった。この城塞はローマ時代以前鉄器時代の避難城塞であり、現在も土類の跡が残されている。エンマータールでは発掘調査により、 当編が発見されており、現在でトモルトの修立立リペ博物館で見学することができる。アルトイコールシーダー城のナワバリズシーダーは、822年に、初めて文献に記録されている。シーダー地区のアルトイコールシーダーでは発掘調査により、境界や家屋の基礎構造が発見されている。アルトイコールシーダーは、フォアブルクとハウプトブルクからなり、 利用されていた時代には共に防衛施設で守られていた。フォアブルクの古さは定かではないが、カロリング町にはすでに成立していたと推測される。これよりも新しいハウプトブルクは、フォアブルクの土類の一部を破壊して作られており、オットー町に建設された。13世紀に、この施設は放棄され、ブラーケルジーク地区の高台にある、シュバーレンベルクの森の尾根上に、 ローデンシュタットと呼ばれる鉄器時代の環状土イがある。ジークホルツ地区にはジークホルツの砦と呼ばれるドルヤトがあるが、その起源は現在も明らかでない。19世紀の古い解釈ではローマ軍の陣地とされていたが、実際にはそれよりも新しい中世世紀の以降であると推定されている。防衛施設としての性格も明らかではなく、むしろ農場や 森林管理の境界であった可能性もある。シュバーレンベルク博の古い居城がマリーエンミュンスター近郊のオルデンブルク城である。ここは遅くとも1137年以降はシュバーレンベルク博の行政中心地であった。この博領は最盛期には広い領域を包含した。パーダーボルン司教との論戦の末、1227年に博は先祖伝来の城を出て、 他の地に移ることを強いられたこのため、現在のシュバーレンベルクの場所に新しい城が築かれ、その麓に集落が形成された。1231年にはすでにシュバーレンベルクの教会が存在しており、集落建設は急速に進行したか、あるいは白が移転する以前から、すでに集落が存在おり、これに、シュバーレンベルクという集落名が付けられたのであろう。 シュバーレンベルク博とパーダーボルン司教との論争は、それまでひとまとまりであった博領を分割する原因となった。南半分はアドルフ一世の所領となり、これ以後バルデック博と称した。1227年にシュバーレンベルクの死と、城はフォルクビン四世によってアピディアムスワルオンバーグとして創設された。市民、議会すなわち都市権に関しては、 1258年と1260年に初めて言及されている。1195年以降シュバーレンベルク博は衰退し、それ以後新たなピルモント博領として古地から分離された。14世紀前半までにさらなる領域の創出、売却があり、さらには本シュバーレンベルク家が断絶したことで、最終的に博領は廃止された。リッペの南西部は売却によって、 リッペケとパーダーボルン主教領主に売却された。城は荒廃し、20世紀初頭にリッペビースターフェルト、白ヒマリーによって修復された。これ以後、この城は様々な用途に利用され、最後はホテルとレストランに用いられた。1868年頃のシュバーレンベルク1584年にベベル城が建設された。 この上官は1958年までドノープ家の所有であった。30年戦争でルネサンス様式の上官が破壊された後、同じ場所にバロック様式の上官が建設された。1705年4月25日、シーダーの上官はリッペ貴族リッペ博、ルドルフの夏の館として進定された。この建設工事は彼の父、カジミールの注文で行われた。 シーダーは1872年に鉄道ハノーファー・アルテンベー県線によって結ばれた。この駅はこの路線におけるリッペ工業で最初の駅であった。リュクでは当時パーダーボルン大司教領に属していた。第二次世界大戦中1945年4月5日にシュタインハイムとシュバーレンベルクの間の地域は戦闘の現場となった。 進行してきたアメリカ軍第329、不評連隊が、ドイツの戦闘部隊及び第466師団の一部によって、抗軍を阻まれた。この砲撃戦によって、シュバーレンベェルクの32軒以上の家屋が半壊、または全壊した。3両のドイツ軍戦車が、ファルケンハーゲン方面に撤退した後、4月6日に、本市は、アメリカ軍によって占領された。 冷戦時代、1963年から1994年まで、オランダ軍がエルプリンク戦に忍メるとに移動式、対空ミサイルミン -23 ホークのための軍事、防衛拠点を設けた。ノルトベストファーレン州の地域再編に伴い、1970年1月1日に、シュバーレンベルクは、ブラーケルジーク、ローテ、リューンジーク、シーダー、ジークホルツ、 ベベルの六町村と合併して新たにシーダー・シュバーレンベルク氏が成立した。また同時にブロムベルク氏の一部も併合された。シーダー・シュバーレンベルクの住民の多数は福音主義の信者である。これは1538年にリッペハク・ベルンハルト発生によって宗教改革がなされたことに由来する。中でも17世紀に導入された改革派が主流である。 本市には現在、シーダー、シュバーレンベルク、ベベルの3つの福音主義改革派教会組織がある。シュバーレンベルクには、カトリック教会組織があり、西洋ゼフ教会堂を有している。シーダー・シュバーレンベルクに移住したシュペート・アウスジードラーの多くは、メノナイト・ブレザレン教会シーダー・シュバーレンベルクに属している。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、 シーダー・シュバレンベルクの学生に対する所属宗教団体の調査である。この調査によれば2006年2007年の学期では学生の56.4%が福音主義11.7%がカトリック2.2%がイスラム教に所属した21.3%がその他の宗教団体に所属し無宗教は8.4%であった 1975年以降の数値は、ノルドベスト・ファーレン州情報、技術局統計専門部門の公式研究結果の値である。1975年から1985年までは、推定値。1987年の値は、人口調査の結果、1990年以降は、この結果位に基づく、推定値である。人口調査、シーダー・シュバーレンベルクは、 衆議会選挙は、リッペ3区、連邦議会選挙は、ヘクスター・リッペ2区に属している。シーダー・シュバーレンベルク市長者、シーダー・シュバーレンベルクの市議会は、28議席からなる。これに市長が議長として加わる。シーダー・シュバーレンベルクの市長は、イエルク・ビール・ビルトである。彼は2015年9月13日の選挙で、有効投票数の89.0%を、 獲得した前任者のゲルト・クラウスは1999年から2015年まで市長を務めた。シーダー・シュバーレンベルク氏は1972年4月14日にデトモルトの行政管区当局の文書により紋章の使用許可を受けた。図柄向かって左上から右下への銀色の斜め破体で赤字と青字に分割される。赤字部分には 金色の八つ突起がある星と写実的なツバメ。青字部分には金色の冠。解説、ツバメと星はかつてのシュバーレンベルク氏の紋章から転用された。これはシュバーレンベルク博の紋章に由来する。シュバーレンベルク博の紋章ではツバメ画家門名を示しており、星はシュテルンベルク家との血縁関係に基づく。シュテルンベルク家の紋章にも、 シュテルンベルクの星が用いられている。その後この地域のいくつかの自治体の紋章に転用されている。青地に描かれた冠は立壁の夏の巨城であるシーダーの上巻を象徴している。両地色の間の白い波体はエンマー川を象徴している。シーダー・シュバーレンベルクは1972年4月14日の行政管区当局の文書でさらに旗の使用権も 付与された。印象、シーダー・シュバーレンベルク氏は、氏の紋章と、シーダー・シュバーレンベルク氏の国名がある、業務員を用いている。本市には、固有の劇場がない。最寄りの劇場は、デトモルト州立劇場、または、テアター・ビーレフェルトである。パピーミューレ・プレーガーパピーミューレ・プレーガーは、文化財で、技術博物館である。建造されたのは1703年で、 1870年から1890年に作られた技術装置が展示されている。シーダー郷土協会はこの水車を譲り受け、修復と博物館としての運営を担っている。ロベルト・ケープ・ケハウスでは現代美術の入れ替え展示。私立ギャラリーは画家の街の伝統を引き継ぎ、様々な時代の立派の画家の作品を展示している。 ノーベル文学賞受賞者のトーマス・トランストロンウェルは1994年にシュバーレンウェルクでの文学会に参加した。3つの地区にそれぞれ女性合唱団が1つ、男性合唱団が1つずつ存在する。これに加えて、ゼンガーグルペ、ダッハ・タンマー・コール、教会合唱団がそれぞれ1団体ずつ存在する。自衛消防団は固有の音楽隊を有しており、 ブラーケルジークには、学体がある。シーダー城。シーダーシーダー城は1703年から1706年に、建設され、1918年まで、リッペ君主の夏の居城であった。広さ17ヘクタールのイギリス式風景庭園は1914年に、一般公開された。南側には、かつてのバロック様式の庭園構造を見ることができる。 シュバーレンベルクの福音主義改革派教会内部、シュバーレンベルク福音主義改革派の教区教会である、旧洗礼者、ヨハネ教会は、1307年の火災後に、ホール式教会として建造された。この教会は、おそらく1247年に、ファルケンハーゲンに移転した元々首都派のブルクハーゲン、修道院の後継教会として、旧市街北西端の高台に位置している。 内部には1489年に制作された、後期ゴシック様式の生体アンチ等がある。彫刻が施された、聖火体積は17世紀後半に作られた。この他の長度には、17世紀後半の吊り下げ食台や、ブルクハルト・フォン、関熱ウブライテンハウプトとその妻アンナ・フォン・エクテルでの、墓碑がある。13世紀に建設された。 シュバーレンベルク城の中核部分はわずかな痕跡だけが残されている。現存する館は本質的に1627、28年に建設され、1911年から1913年に大規模な改修を受けた。現在はホテルに転用されている。この小さな地区の最も重要な建造物は、木組建築のシュバーレンベルク市庁舎である。 1>, 1階が公共の商業ホールとなっている3階建ての中核部分は1579年に建設された。左の増築部分は1603年に建造され、暖房施設のある会議室が保存されている。右側の建物は1907年に大規模な増築がなされたが、様式上は古い建物の装飾を引き継いでいる。元の建物の木材には極めて豊かな彫刻が見られる。 シュバーレンベルクのうち市街は数多くの木組建築の家屋で特徴づけられており、その最も古いものは16世紀に建設された。いくつかの家屋は現在でもベーザー地方に典型的なゾリングで産出する薄い砂岩製の屋根をいただいている。その他のチクシーダー城の上管庭園シーダー城の上管庭園は古木があることで知られている。125年のアイスクルスパルビフローラは この種のものとしては最も古いものの一つである。ベイベル城の上館庭園は私有地であり、一般の立ち入りができない。歴史的な風景庭園は約1ヘクタールの広さがあり、おそらく17世紀末に上館の南側と西側に造営された。19世紀前半にかつてのバロック式庭園から改造された。最初の庭園からは2本のユリの木とスモークツリー、 シナノキの古木それぞれ一本が残されている。庭園内には、かつての所有者が設置した像や、建築断片がある。ヘルリングスブルクのドルヤとヘルリングスブルクは、戦死時代の避難城塞で、現在埋蔵文化財に指定されている。リュクデトの死境がこの城塞跡の中を通っている。シーダーシュバーレンベルクには、その全域が地域内に含まれる、自然保護地区が二つある。 ニーゼン川の川口部を含むニーゼン定地とベベル池である。この他に3つの自然保護地区の一部が本市に含まれる。シュバーレンベルクの森、ブロムベルクの森、エンマータールである。シュバーレンベルク内のかつて湿地であったメルトは近郊があった保養地として注目されている。シーダーシュバーレンベルクには幅広いスポーツ種目を提供している総合スポーツクラブが6つある。また、 障害者スポーツクラブが一つある。さらに五つのスポーツフィッシングクラブ、三つの射撃クラブ、一つのテニスクラブ、ドイツ人命救助協会支部、グループ、カヌー、想定ヨットのクラブが、それぞれ一つずつある。多くのスポーツクラブは、シーダー・シュバーレンベルク市スポーツ連盟に加盟している。シーダー湖では、夏の期間中、定期的にイベントが開催されている。 その中で最も古く定期的に開催されているのがシーダーゼインフランメンである。シュバーレンベルク民族衣装同好会は2年ごとに国際民族衣装祭を開催している。また、シュバーレンベルクは毎年精霊降臨祭に開催される射撃祭で知られている。毎年夏には造形芸術のためのシュバーレンベルク柿アカデミーが開催される。芸術愛好家は ここで4週間にわたって有名な芸術家が指導する会がスケッチ、版画、彫刻分野の芸術コースに参加することができる。シュバーレンベルク地区の景観シュバーレンベルクの画家の街や芸術家コロニーとしての長い伝統は19世紀の初めにまで遡る。ここは近代性が刻み込まれた大都市から離れ印象派風の風景画を描く際の隠し味となる。 風景の美しさ、静寂なハーモニー、卓越した明朗さを備えた、小都市であった。デュッセルドルフやベルリンといった、大都市から画家たちがシュバーレンベルクを訪れ、この周辺で、野外製作を行った。彼らがこの地で製作した作品を大都市で展示する、ことで、シュバーレンベルクの評判は高まり、やがて、画家の街や、画家コロニーと呼ばれるようになった。 1920年代にシュバーレンベルクの宿屋は芸術家の溜まり場となった。特に芸術家の家と呼ばれた建物のファサードにはシュバーレンベルク住民の生活から取られたモチーフが描かれ賞賛を得た。2012年にクロンベルクイムタウンスのクロンベルクがカコロニー美術館にインダイアロム大カンスラーコラニーシュアロンバーグズガストインクロンバーグが展示された。 画家の街としての最盛期の後、特に第二次世界大戦の影響を受け、停滞期が訪れた。戦後この街に残った芸術家はわずかであった。1949年から1977年まで、この街に住んでいた芸術家は、画家のロベルト・ケンメラー・ローリーだけであった。1978年以降、立 p 地域連合芸術局とシーダー・シュバーレンベルク、市は、 定期的な芸術展示や芸術イベントによって、この伝統をつなぎ止めた。同時代の芸術に重点を置くことで、古い画家の街は、新しい芸術活動で満たされることとなった。本市の最も重要な芸術活動は、私立、ギャラリー、博物館及び、ロベルト・ケープテハウスで年20から12回の展示会を行うことである。これにより、ロベルト・ケープテハウスは、 若い有望な芸術家の現代アートを展示する場となり、シリーズ、ギャラリー、博物館では古い立平の絵画の他に様々な時代様式の芸術が伝統と結びつけられている。シュバーレンベルクにはロシア系ドイツ人の彫刻家、ヤーコプ・ベーデルもアトリエを構えている。シュバーレンベルクは1957年にロルフ・ティールの映画、デア・トール・ボンバーグのロケ地となった。主役は、 ハンス・アルバースであった。彼は、シュバーレンベルクのホテルマルカステンに何週間にも、渡って滞在した。シーダー・シュバーレンベルクは、ブロムベルク、ホルンバート・マインベルク、リュクで、シーダー・シュバーレンベルク、シュランゲンで構成される連合体である、リッペ南部統一地方開発コンセプトに属している。シーダー駅道路交通では、連邦道 b 三十九号線が、西から、 シーダー・シュバーレンベルクへ伸びている。ベイベル地区、シーダー地区、ブラーケルジーク地区、シュバーレンベルク地区及びローテやジンケホルズは、修道網で互いに結ばれている。オストベスト・ファーレン街道、連邦道、B252 号線、修道 L712 号線は、シーダー地区から約 8km の距離にあり、アウトバーン A44 号線への接続道路となっている。 シーダー駅は、シーダー地区の境界から約1キロメートルのシーダー湖のアゼにある。平日は1時間ごと、日曜、祝日は2時間ごとに、ハノーファーエースバーン5号線パーダーボルンハーメルン、ハノーファー中央駅ハノーファー空港線の列車が発着する。周辺の地区へは、地方バスで行くことができる。バートピルモント、ブロムベルク、レム号への定期路線バスがある。 夏季の週末には、デトモルト方面、特にエクステルンシュタイネ、ヘルマン記念碑、ベルリベックモーキ金園への観光バスが運行されている。鉄道シーダーブロンベルク線は、ブロムベルクとハノーファーアルテンベー県線をつないでいたが、1951年12月に旅客運行を、1987年に貨物運行を廃止した。立辺軍で、 唯一の地方日刊誌が、リッピシェランデスイコールザァイトゥングである。リッピシェルントシャウは2003年末に廃刊されている。シーガー・シュバーレンベルクは、西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオ及びラジオ、リッペのサービス地域で、ローカルラジオ局として、報道をカバーしている。シーガー地区には、公立図書館とスイミングプールがある。シーガー湖には、 公共の大きな競技場と駐車場付きの民営の小さなレジャーパークがある。本市は浄水場と下水処理場を運営している。清掃施設で発生した熱はフェルンベルメフェアゾールグングス GMBH を通じて販売される。自衛消防団はシーガー消火隊、シュバーレンベルク消火隊、ブラーケルジュイク消火班、ローテ消火班、ベベル消火班で構成される。さらに、 青年消防団と音楽隊がある。シーダー湖畔には EON のシーダー湖水力発電所が稼働している。この発電所は1996年に建設され、全自動で0.3メガワットの電力を生産する。シーダー地区とシュバーレンベルク地区に基礎家庭学校がある。シーダーにはさらに本家庭学校がある。実家学校やギムナジウムの生徒は近隣都市であるブロムベルク。 リュクで、シュタインハイム、バートピルモントへ通わなければならない。2007年、本市の全学校には合わせて41人の教員と648人の児童、生徒がいた。その66%が基礎家庭学校、34%が本家庭学校に在籍していた。早期教育には幼稚園が6園ある。それぞれ経営母体が異なっており、 シーダー・シュバーレンベルク氏、カトリック教会組織、福音主義教会組織、SOS 子供の村、ドイツ赤十字社、労働者福祉事業会である。シーダー城には、立イコールオスト市民大学の本部がある。プログラムの内容は幅広く、多彩である。主要な産業分野は、家具産業である。ヨーロッパ最大の家具製造業者の一つがシーダー。 およびヘルフォルトのシーダー家具ホールディングであったが、2007年に債務不履行を届け出なければならなかった。これ以後も、シーダーイコールグループの企業は約600人を雇用しているが、生産の大部分はポーランドで行われている。シーダーのいくつかの家具小売業者は2007年には、すでに債務不履行状態から脱却し、あるいは新たに設立された。2008年はじめに、 新たな投資家であるスイス・リヒテンシュタインの企業家、ペーター・クシュベントが約300人の非雇用者を要するシーダーの家具工場に投資を行った。彼はかつてのシーダー社の管理職員を3人雇い入れ、2008年3月1日からコット家具工場という名の企業を経営している。シュバーレンベルクのミュラー環境テクニークは排水管制掃車の製造によって市場に有用な ポジションを占めている。シーダーことグラスヒュッテ地区観光業は家具産業と並ぶもう一つの重要な経済分野である。ドイツ、デンマーク、オランダからの休暇旅行者が数日間住まいを借りる。シーダーこと対岸のグラスヒュッテン地区は多くの日帰り客やウォータースポーツ愛好家を引きつけている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。